ゆでをすることを意識しました。下ゆでせずにこのまま油に入れるとどうしても火が通るまでに外が上がりすぎて焦げてしまうので苦味が出て美味しくなくなってしまいます。ここで茹でることで甘みと火を通した感じを両立させて、で炒めることで焦げ目を出さずに仕上げることができました。